強い日差しが照りつけ、暑さを感じる JR 福島駅前です。こちら信号を待っている人を見ますと、日向のところではなく日陰の方で信号を待っている人の姿が多く見受けられます。高気圧の影響で季節外れの暑さとなった今日の県内、 JR 福島駅前では半袖姿の人や日傘を差して歩く人の姿が見られました。本当汗出てくるくらい暑いです。夏日に近い気温だなって思いますね。日中の最高気温は福島で 30.1 度と全国で5番目に高い気温に、今シーズン初めての真夏日となりました。その他、会津若松で27度、郡山で 26.4 度など県内の観測地点30地点のうち8割以上の25地点で今年最高の気温を記録しました。午後になり一段と日差しが強くなってきました。こちら手元の温度計では 33.4 度と30度を超えています。ジャケットを脱ぎワイシャツになりましたが、それでも汗ばむ陽気です。この暖かさで恋しくなるのが冷たい食べ物。午前中だけで20組を超えるお客様にお越しいただいています。福島市の四季の里に先月オープンしたばかりのジェラート店野田鉄フーズでは、多くの人がジェラートを買い求めていました。いつもの2倍ぐらいの人にお越しいただいております。いつもはジェラートの方が多く売れることが多いんですけども、やっぱり暑いのでさっぱりとしたソルベの方が多く今日は売れております。お店の人気は福島の桃を使った応答ソルベと福島のリンゴを使った紅玉ソルベです。気温が急激に高くなった今日、ジェラートの売れ行きはいつもの2倍以上だったということです。余った量には頼まなかったからちょうどいいかも。喉乾いてたしね、よかったです。おいしいの食べさせてもらって今日天気はいいな。車で来たんですけどすっごく暑くて、思わずアイスを買ってしまいましたとってもおいしいです。